酒井です。よろしく。奥村です。広瀬です。伊藤です。後で俺んとこのも何人か来るから。俺がくたばったら嬉しいだろう。ああ。安心して便所行けるしよ。そこ並んで自己紹介しろ。前田です。大野です。津田です。なんでお前そこにいんだ。いや、高橋さんが沖縄連れてってくれるって言うもんですから。冗談じゃねえ。こんなガキで行けるかよ。お前ら小学校の遠足に行くんじゃねえんだぞ。なこと野郎。なんだこの野郎。バカ野郎。お前らって言ってんの。やろう。なんでこれガキだ。お前らが来たな、こんな野郎。お前らが来たな、こんな野郎。お前らが来たな、こんな野郎。何やってんだ。てめえシャブやめろって言ったろ。この度はご苦労様です。これから事務所行ってそこで休んでいただいて、夜にでも親父の方から食事に招待しますから。あ、領事って言います。飲み物とアイスクリームありますから、よかったら行ってください。おい白石、行け。はい。何か飲みますか。俺はいらねえ。腹が痛くて飲めねえ。夢のようだな、これは。ここをしばらく使ってなかったんで汚いですけど、まあ長いことここにいるわけじゃないし、適当にやってください。トイレはその横にありますから。よじ、どこ持ってこい。はい。使うかどうか分かりませんけど、適当に選んでください。
アメコを騙して取ったもんだから分かんないですよ。どこにやってんだこれ。向こうの挨拶代わりですから。こんなことよくあることですから、これでもう手打ちでしょう。これからどうなるんですかね。いやー、さっきうちの親父が阿南組に電話したんですけどね、あんたたちがやってきたから向こうもやる気になっちゃったみたいでね。みんなでお茶を貸してどうすんだよ。兄貴、こっちも挨拶代わりに何かやってみますか。見に行ってくるわ。うん。何にもねえじゃねえかよバカ野郎。アメコの野郎、またカスつかませやがって。どうすんだよ。